上がらない。おお、すごいすごい。あれね。生きたな。あのね。雨すごい降ってきました。このミニジープには完全にやばい雨です。寒いし、よし、これ電源つけてあったまろう。一回戻しますね。これよいしょ、雨が降ってきた。ポケットに入れとこう。バッテリーも中に入れないと。うわうわうわ、ちょっと危ない。完全に水がついちゃってます。いや行きましょう。いやー、雨がまだちょっと降ってるな。大体10時ぐらいになりますからね。徐々に晴れてくるんじゃないですか。あー、ここら辺だ、なんか好きだな。クリーニング店、この辺りなんか涙出そうな街だなこれ。わあ、電車、あー、しまった、インスタ、これ、いや、電車と並走してる。ああ、取れたかな。こっちで取れてるかな、この GoPro で。ミニジープのね、場所、ミニジープのね、場所をね、いろいろ確保してたんですけど、ちょうどフロント、この部分に寝袋をつけるというね、作戦、どうでしょうか。まあ、しっかりつけてるんで、これだと落ちないですし、スペースすごい確保できます。で重要なね、やつはこっちに空いたスペースに入れることができる。いいと思います。あとですね、この後ろのカバーのこのネジ外れてました。振動で緩くなってくるんだよね。これね、補強します。はい、補強終わりました。100均によってなじねず買って、ここは本当はもう溶接してほしいですね。なんか溶接してくれる人いたら募集中です。全部このビス溶接してほしい。銚子電鉄お昼のまずい棒ね、いただきます。あ、ちょっと崩れかかってる。さすがまずい棒ですね。まずまずの味しますね。うん、いや全国の興奮ファンの皆さん、お待たせしました。 LED パレードの興奮ファン、今回ね見つけたのは大塚山古墳ね。あ、無断駐車ダメなんですね。場内の事故とは制御する責任、大塚古墳を守る会代表小川剛さん、篠塚さんとねちょっと話して「いいですか行って」って言ったら「いいよ行ってきたら」って言われて「いいですね、ここは花見最高じゃないですか。これここに日立古墳発見、ここは大丈夫でした。すごいですね。これはだからお墓になってるんですね。もう古墳自体がここのね王族の墓地なんでしょうけど、この古墳はすごいな。篠塚家の古墳、お墓になってるんですね。すごい珍しいなこれね。取れてますか。すごい。こういうね、昔やっぱり木が全部生えてたんですよね。全部ほら、ここだ、1本だけちゃんと残していいですね。全部間にこう、墓堀だったんかもしれない。こんな古墳の上歩けることないですよね。ちょっと LED で撮影したいな。うわすごい。古墳歩いております。それでこっちにもまたあるんですよ。篠塚家古墳がちょっと来た古墳発見。普通墓の上歩いたらダメなんだけどね。こちらのお墓も古いですね。何かの神様ですね。すごい。これは立派だ。でこれやっぱりね綺麗に入れ替わってたんですよね。素晴らしい。後々調べたら、あ、こうなったよ。ここは春になってみんなお花見するんでしょうね。今日が3月の23日、だいぶ桜も咲いてきてますね。こっちはもう青葉じゃない、これで桜咲くの。満開だったら綺麗。お送りしました篠塚山公園でした。よいしょ。はい。これ。それカメラですか。これで360度撮れるんです。こうやったらこの。空からこう映してるみたいな、ドローンで撮ってるみたいな。あっちまで行かせてもらいます。もう昔からあれだって、この古墳じゃあ守ってたみたいな。そうですよね。今これね2回草刈りなんですよ。ああ、今綺麗なんですねこれ、うん、いつ買ったんですかこれは。11月。ああ、じゃあ買ってちょっと経ってちょうど今綺麗だね。それとあと6月に2回、木も切ってるんですよね、ある程度。そうこれこう木切らなかったら多分分かんなかったですけど、あそこの向こう側の道路走ってて、あ、もうこれ古墳だなと思って。2年くらい前かな、大学生が20人くらい来て、全部はがってたよ。あ、測量して、さあトイレ設置して。なんかやっぱりあれですよ、中に埋まってたとかあったんですか。もうその頃ないじゃないのかな。ないですね。でもあったらすごいですね。そう桜の木はもう上ではダメなんだよね。ああね、ここ花見ものすごく良さそうなのにな。古墳だからダメなんだって。あっちへ南北植えたんだけど、こっちへもう移動しちゃった。ああ、もう植えないでください。ダメだった。でも花見その辺りでしたらすごい良さそうですけどね。あとこれでずっとここを通って香取神宮行くの。何すか、なんかあるんですか。香取神宮って有名だよ。あ、そうなんですか。この辺では知らなかったです。何系のやつ。この辺では一番古いじゃないかな。へえ、香取鹿島。あ、なんか看板には、道路の看板には出てましたね、香取神宮。ああ、有名立派だよ。そうですか。ちょっとじゃあ帰りちょっと寄れ、何キロぐらい先ですか。だから7、8キロぐらい。ああ、7、8キロぐらい。5356行って、はい。香取駅のが左側にこう信号とか入って。だから曲がっていけば。でずーっと一度踏切越えてずーっと行くのはある。この道をまっすぐ、信号まで越えてまっすぐ行くの。かなり大きいよ。あ、そう、いや、あ、そうですよね、神宮ですもんね。行こうかな、ちょっと寄れたらちょっと寄ると。有名だよ、すげえ有名。父さん、YouTube とか見ます？見ます？見ないですよね。ちょっと YouTube の撮影もやってるんですけど、父さん出ちゃっても大丈夫ですか？映像で YouTube で出ちゃっても大丈夫ですか？大丈夫です。この古墳の守り人ですからね。